ギャツビースタイリングダンスコンテストのショーケースから、アメリカ西海岸の最新ヒップホップを貪欲に吸収しながら日々進化を続けるチーム D-BLAST。 国内外の優れたクリップを君に Dance Clip Selection。 おなじみ加藤ミリアの新曲ミュージックビデオシューティングにジャンサー TV カメラがこっそり堂々と潜入。ツアーでも共演している女性バックダンサーも起用。ミリア自身も果敢にダンスを披露していました。がそれだけではない。そこには世界で名を轟かせ騒がせるジャパニーズダンサーの姿が。あのミュージックビデオを2人彼と一緒に撮るっていうことを一番最初にまず思って、でそれがあっての曲作りでしたし。ミリアにそこまで絶賛されるダンサーとは一体。本当に素晴らしい経験させてもらいました。なんかケミストリーっていうか、本当になんかマジックが起きたような、本当なんか、楽しい現場で。ケント・モリ、2006年に単身渡米し多くの US アーティストと共演。マイケル・ジャクソンの This is it の参加も決まっていたが、先に契約したマドンナがそれを拒否。マイケルとマドンナが取り合ったダンサーとして世界から一躍注目を集めた。そんなケントとミリアは実はデビュー前からの友人同士。当時からお互い歌手とダンサーという夢を持っていた2人は、先日ロサンゼルスで5年ぶりに奇跡の再会を果たし意気投合。今回アーティストへと成長した2人が音と踊りで混じり合う。ダンサーがそのアーティストとコラボレーションして、でそこで今までにないテイストのこうミュージックビデオを作るっていうのは、どういうふうにこのコラボレーションがこう他の人に与えるその印象だったりっていうのは結構楽しみですね。自分自身もどう出来上がるかっていうのも。何すか続きやがる。あでもかっこいいね、いいね。認め合うシンガーとダンサー、運命が引き寄せた2人。ラストの2人のシーンでは刺激を与え合い、最高のアドリブが生まれていった。なんか本当奇跡みたいな感じで、その私たちがまた再会したことも運命だと私たちは思ってますし、本当にこうやって一緒に撮影するのもちろん初めてなんですけど、2人での最後の絡みとかは次に相手がどう動くのかとかなんとなく分かったりとかして、すごくなんか数字合ってる中でそれぞれが持っているものをちゃんと吐き出すことができたから、きっと見てる人たちに何か感じてもらえる、本当になんか運命に導かれてできたビデオだなと思ってますし、すごい見た人も何か絶対感じてくれると思います。ミリアとケントの2人のダンスに注目です。加藤ミリアセンセーションフィーチャリングケント・モリ。日本代表熱かったね。はい、日本のファイナルが終わりました。無事終わって、はい、でもついにね、決勝大会ですよ。アジアンファイナルですね。いや本当にもうこのままね、次の週にね日本で、もうさあどうだって。それはおかしいな。おかしい、はい、やっぱりね次の週に行くためには締めがないと。これもやんの。フィッシュダンスを行かせてもらってます。いいよ、めんどくさい。はい、しかも何これ、はい、マンダムさんわざわざ呼んでるのお前。いやね、このイケメンが協力してくれるそうで。いやいや絶対やめた方がいい。題してギャツビーゴレンジャー。ダウン。はい、1、2。ランダム社員さん付き合わせてごめんなさい。フィッシュも悪気はないんです。あくだらない。最高でしょ。最高ですね。はい、両国国技館にて幕開け。